ノルマンディは1935年に建造されたフランスの客船。洋上の宮殿と謳われた華麗さと不幸な末路により短期間で失われたことから深刻化すらされた伝説的な存在の客船である。1942年にアメリカ海軍により接取されラファイエットと改名。ノルマンディは CGT の発注により1931年に 寄港され翌年1932年に浸水、命名。全長が初めて300メートルを超えた世界最大の巨大客船であった。CGT 社はニューヨークルアーブル航路の急行サービスで老朽化したフランスの代替船案を計画した。この航路では年間輸送人員実績主位のキュナードラインより下位で多くの定期航路を持つ CGT 社では その代替線を数年置いて一席ずつ更新する。方針で速度が異なる。高速線のパリ、イルド・フランスと新造船は一週間一便。航海する計画で進められ、姉妹船は存在しない。建造にあたっては、フランスの一新をかけ、計画提出は、フランス政府と CGT が締結した、郵便運送協定助成金をもとに開始した。 その後、CGT は大強行以降の資金調達事情から、国策の民間企業から、国営管轄に移行、計画は、国家的な援助の下で建造された。CGT の豪華客船フランスから3隻の、集大成で、ノルマンディーの原案、T6 計画にブルーリーボン賞を狙うべく、最高速船計画が盛り込まれ、見積もり基礎設計の早い段階で高出力エンジンと、 これに応じた巨大な船体が算出されていた。この建造案が認証されると即座にサンナゼエルベノエ、造船所は、世界最大の専用船体を建築し、いくつかの推進機関案から、ターボエレクトリック推進という、タグボートでは広く用いられていたものの1万トン超の客船では、前例のないものを採用、ペノエ三道水管ボイラー29機と、タービンに、 高さ6.4メートル、幅5.8メートル、長さ7.9メートルのモーター4機の構成で4、軸合計最大定格出力16万馬力を発揮するものとした。縮小立体化した T6 バイト S の模型から、闘技するウラジミル・ユルケビッチ船内アメニティを追求し、エスプリ客船を印象付け、T6 計画を立ち上げながら救世した CGT 社長。 ジャンドール・ピアズの意思を継ぐべく、CGT のピエール・ロマの主任設計技師監督のもと、亡命ロシア人技師ウラジミル・ユルケビッチ提案の、船体設計など同時最新の造船理論を採用。1931年1月26日、船体番号ナンバー534、T6 バイト S として、寄港を、翌年10月29日には、フランス大統領、 アルベールルブライン夫妻出席で、浸水式が行われ、大統領夫人は、鮮明 SS ノルマンディを授けた。ロワール川を挟んで、約20万人が見物する中行われ、上位の計算不足や船体が起こす逆流で、予想外の高波をび備官水災害を引き起こし、見物人の足元を洗ったが、怪我人はいなかった。 1935年2月29日パリ元、船長ルネ・ピュニエの元処女公開に着いた。船室の配置とインテリアではイルド・フランスで成功した、キャビンレイアウトや、アールデコ様式満載の豪華な内装を引き継ぎ、根底にある建築カル、コルビュジエの思想から簡素にも見える機能美デザイン、当時の最新鋭高速客船では上調な、 開放空間を旧式船のカウンタースタンに習い、あえて広いリードデッキに、その開花には、軍艦、戦艦のスタンウォークを真似たプロムナードを設け、船体外観には、広く様々な角度で俯瞰しても、昭和の取れた、金星な船型デザインを保つためダミーの、第三煙突を設置するなど外観には最新を払い、洋上の宮殿の異名を取った。 貨物船を多く所有し大型客船は、他社模倣で特徴薄い CGT の船型デザインを刷新し、緻密に計算された船型デザインは世界に衝撃を与えの地に、普及の豪華客船と称えられた。また建築や工業デザイン分野において高く評価されている。海を行く、ノルマンディ1935年の試運転で31.9ノットを記録し、 所女公開では5月29日ルアーブル出版の成功で29.94ノット、投稿平均30.35ノットの平均速力でブルーリボン賞に輝いた。試運転から航路で記録樹立以降しばらくは速度を抑えて運行している。船体振動が後部に集中しある客室では床に置いた旅行カバンが振動で弾み移動し、原因は 外側スクリューの海流とされ直上の船体構造を補強する応急処置を施し暫定で速度を落とし運用し、当季オフシーズンにはスクリューを乾燥しそのスラスト軸とブラケット形状を変更した。翌1936年4月の点検ではスクリュー4機の一つに原因不明の破損が見つかった。1936年5月就航の クイーンメリーに8月成功で、平均速力30.14ノットで抜かされる。大掛かりな修繕改善工事が計画され、キャビンレイアウトの改装も立てられ、定期便を外れ当季入居時には、エンジンの改良も実施し、タービンノズルの変更から、最大定格出力18万馬力に向上した。 ノルマンディは入居修前後の1937年7月成功で、同じく30.58ノット、8月投降31.2ノットで新記録を打ち立て、ブルーリー・ボン賞をダッシュ。しかしクイーン・メリーが翌年奪い返した後1939年8月31日、139時公開を、終えニューヨーク到着、復興準備中の9月3日朝フランスはドイツに、 戦線布告第二次世界大戦の始まりだった。炎上する本戦転覆した元船を引き上げる作業が行われた戦争勃発で CGT はノルマンディーの中立国避難を選択、その後ニューヨーク港の88番埠頭に係留された。1940年にフランスがドイツ軍の占領下に置かれ、ノルマンディーは事実上よく流へ。 さらに1941年12月11日に、ドイツがアメリカに宣戦線布告したことから、アメリカに、接収の上兵員輸送船に改装されることになった。名前もラファイエットに改名され、船内の装飾品を撤去する工事を行っていた1942年2月9日14時32分、作業の不手際から、工作機器の火花が、 装飾品に引火して火災が発生、1時間ほどで船体全体に広がった。翌日には沈下されたが、消火の際の不要意な放水によって船内に大量の水が入った結果、バランスを崩し、翌日14時32分に転覆した。戦争中で優秀な船舶を必要としていたため、直ちに引き上げが検討されたものの、 狭い不当で転覆したことと巨船でもあり、作業は困難を極め、結局上部構造物を撤去して引き上げに成功した。しかしながら、火災による損傷と引き上げ時の作業によって船体は大きく損傷し、客船への復旧や、一時は航空母艦への改装も検討されたものの、いずれも費用などの問題で実現せず、結果として、 第二次世界大戦終了後の1946年に解体された。教会に移設された元船の扉マンハッタンのアワーレディオブレバノンマロナイトカソリック大聖堂に元船のドアが移設されて保存されている。ラファイエット火災転覆事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。